で、まあ、今回は薩摩編ということなんで、はい、まあ、こういうところから糸口をたどっていきたいんですが、うんうん、コロナ禍で視聴者の皆さんね、はい、あの鹿児島行った方ってどれぐらいいますかね。行った方は行ったってあのなんかあのコメントでももらえたと思いますけれども、まあ鹿児島っていうのは遠いんですよね。遠いですね、はい、あれまだ反応があれかな行かれたことがある方はなんか、あのだから手振ってんすよ、みんな少なそうですね。もし行ってこうね、うんうん、あ何度も行った、はいはいはい、ね、で、あの、あ、そうか、浅野さんは例えば鹿児島には、鹿児島はないんですよ。あ、熊本まで行ったことありますけどね。なんでそんな寸止めなんですか。いや、熊本には用事があったんですけど、うん、残念ながら鹿児島は直前で暗闇から逃げられたみたいな感じですよね。違います違います、はい、で、あの、そうそう、だから鹿児島ってね、私京都に住んでますけど、京都からだと一応京都駅から新幹線瑞穂桜で一本で行けるんですが、うんうんうん、まあスピード重視だったらもう伊丹から飛行機ですよね、はいはい、で飛行機で行った時に鹿児島空港がありますと、はい、鹿児島空港ってどこにあるかご存知ですか。いや分からないです、はい、あの鹿児島県霧島市にあるんですね。あ、霧島にあるんですか、はい、結構山の、そう、霧島って言った時逆にあの宮崎県霧島市と思ってる人たまにいるんですよね。神話の、ね、あの聖地みたいな感じで、はいはい、でその鹿児島県霧島市の、うん、鹿児島空港のすぐ向かい側に西郷公園というのがありまして、そこにあの全長5メートルを超えるですね、日本一の人物像と言われる、はい、西郷隆盛像があるんですね。でこれがもともとはあのね、作られてあの、うん、富山県の高岡にあったんですが、それがずっと閉まってあったのをあの鹿児島、まあ、この霧島市がもらい受けてここに持ってきた、うんうんうん、めちゃくちゃでかいです。はい、だから日本一の人物像ということを売りにしてるんですけど、うんうんうん、で西郷公園というだけあって西郷隆盛ゆかりっぽいものが、うんうん、まあ、お土産も含めていろいろ置いてるんですが、うんうん、西郷隆盛いろんな西郷像があって、例えばこういうのもあるんですね、うん、はい、あ、これはまあ等身大ぐらいの感じ、うん、私とちょっとあの背が高いぐらいですけれども、うんうん、まあ、これね、あの見た感じ、まあ、綺麗なジャイアンみたいな感じでね、うんうんうん、あ、分かりますかね、あの泉の天使でしたっけ、なんかこうドラえもんであのあのこう貧困法制のジャイアンが出てくるんですけれども、うんうんうん、はい、綺麗なジャイアンっぽい西郷さんがいたりとか、あと西郷さんグッズみたいなね、はい、これはあのレゴならレゴをパクったわけですか、はい、あの西郷丼ってあの方言を交えてセゴ丼って言われますね、まあ、そうですね、セゴのセゴ、視聴者の方もてか、あの来年の大河ドラマがセゴ丼ですからね。あ、そういう題なんですか。あ、もう決まったんですか、はい、へー、セゴドンだけでしょ、軍師セゴドンとか言わないですよね、セゴドンだけで、でこれレゴのあるんです、セゴ、はい、で西郷でゴワスとかって下に書いてあるんですよ、ちっちゃく、はい、英語で、でまあこのこれは、まあ、もちろんね、皆さんご存知西郷隆盛のことなんですが、この西郷隆盛っていうのもね、さっきから出てきてますけど、評価の難しい人なんですよ、うん、これよくあれですね、最近あのクイズ番組とかで言われますよ、なんかこれこの絵は 本物がモデルになってるでしょうか、なってないでしょうかみたいな。あ、だから本物を見て描いた絵は一枚もないってされてる。だからこれ有名ですよね、はい、あの本物じゃないっていう、あの清曽根っていう、清曽根って明治天皇の肖像画を描いた方ですね、うんうん、ご神絵をね、はい、なるほどなるほど。で何が言いたいかというと、西郷隆盛はね、あの、はいはい、ただ珍しいことに、まあ、吉田松陰とかもそうかもしれませんけれど、うんうんうん、西郷隆盛は戦前も戦後もそれなりに人気の高い人なんですよね。あの、はいはいはい、戦前人気が高かった人っていうのは戦後ガラッと変わるでしょ、うん、あのまさにさっき言ったあの楠木正成もそうですけれども、うんうん、戦前に人気が高かった人は戦前の軍国主義の中で間違った教育の中で持ち上げられたから、うん、こんなもん尊敬したらいかんみたいな、ね、うんうん、感じで言われることが多いんですけど、まあね、吉田松陰とか西郷隆盛は、うん、あの戦後も結構人気があって、うん、ただ戦後の人気っていうのは戦前とやや違うのは、戦後やっと江戸幕府を倒して、うん、近代化あるいは民主化を始めるはずだったその時代に、うん、まあ、結局はもう一回封建主義をこう再現したような、まあ、彼ら的にはつまり歴史学者的にはいけすかない明治政府に対して歯向かったからとか、そっちの方でこうなんか人情味があるとかね、なんか人々を救おうとしたってちょっと、ま、曲がったイメージでちょっと高評価を得てるっていうのはちょっと、はい、気になるところではあるんですけどね、うんうん、まあ、戦後しばらくそういう本が結構出たんですよ、うん、なんか西南の駅を起こしたからこそなんか免罪符みたいになって、うん、だからあの薩摩長州の威張り腐ったやつらと違って西郷さんはあのなんか庶民の味方みたいなね、うんうん、でも本来の西郷評価っていうのは そんなんじゃないはずですから、そこもねちょっと今日はあの外堀の方からこう、うん、そういうのを感じ取ってもらえたかなと、まあ、人気はでも確かに失われてないですよね、はい、うん、京セラの稲森さんがなんか西郷南州を行くの、あ、はい、本とかね出したりとか、あ、だから最近経営者がね、うん、南州を行くん出してるんですよ、うん、南州を行くんを、まあ、なんかこう例えば朝のあのなんかこうね朝起き会とかああいうところでちょっとこう引用しながら、うんうんうん、なんか
訓示するような、ね、経営者もいるみたいですから、うん、何周を行くのかの、それこそ龍魂録ですね、うん、吉田松陰とかを、まあ、同じようにあのそういう意味では人気は高いんですが、うんうんうん、その西郷さんだけじゃなくやっぱり薩摩藩転じて山口愛してあの鹿児島というのがですね、うん、やっぱりいろんな人材がいてくれたってことですよね、うん、そういうところでやっぱりこうあの西郷さんだけではない、いろんな多彩な人材を生み出した薩摩のパワー、あるいはそれがどういうふうに日本の近代化そして国際社会を生き抜いていくパワー、うん、人材の輩出元になったかっていう、そういうあたりをちょっと今日はそうですね、はいはい、まあ近況のあたりからあのだいぶあの、はい、薩摩の方になだれ込んできてしまいましたけど、はい、強引にね、はい、本編に参りましょうか、はいはい、というわけで、はい、薩摩というのがですね、浅野さんはだから薩摩とか山口、あ、なんか、うん、薩摩とか鹿児島というとどういうイメージがありますか、うん、薩摩鹿児島、薩摩鹿児島、はい、すごい猛々しいイメージがありますね。まあやっぱりそうですよね。そうで、あ、そう、チェストね、はい、川崎宗則が日本帰ってきたじゃないですか、はいはい、あれ野球ネタ分かりますか。いや、ちょっとは分かります。大英ホーク、はい、ソフトバンクホークスに帰ってきたんですけど、はい、大英ホークス昔の名前ですね。で、川崎がもう早速 CM になんか起用されてて、なんか、はいはいはい、それでチェストって言っても叫んでますよね。なるほどなるほど、ああいうイメージね、やっぱりなんか鹿児島は他のところと違ってなんか武田家氏とか、うん、なんか武闘派みたいなね、うん、イメージ、あとはお酒に強いとかね、うん、鹿児島の日はで、なんかこう男らしくて凛々しいですよ、はいはいはい、ちなみに高校野球とか見てると鹿児島実業とかって結構ねなんかすごいっすよ。なんか今回歌うときは直立不動だし、はいはいはい、なんかねすごいあれなんですよ、すごい鍛えられてるなみたいな雰囲気あるんですよ、はいはい、そういうイメージありますね。私がね初めて鹿児島に行った時のイメージというと、うん、なんかこう火山灰がパラパラしてるなというイメージなんですよね。地面に結構地面がもう砂ぼこりまみれなんですよ。鹿児島中央駅を出てすぐ、ね、はいはいはい、はい、だからこんなところで暮らしてたら、しかもめちゃくちゃ暑いですからね、うん、大変だろうなって思いましたね。サッカーも強いんですよ。鹿児島実業ね、そうそう、ひたすら結構野球スポーツ前に蹴ってっていう単純なサッカーなんですけどね、はい、どっちか言うとなんか三河武士みたいに決して退却せずに三方ヶ原でみんな戦死したみたいな感じで、はい、で、まあ、その鹿児島であり薩摩なんですが、この薩摩というのも特異な統治の、ね、様相というか状況があったわけで、うん、まあ、これは皆さんね歴史詳しい方とかもいろいろご存じのところあると思いますけれども、うんうんうん、まあ、関ヶ原が終わって江戸時代になってあっちゃこっちゃ国替えされたりする人というか藩が多い中でですね、はいはいはい、うん、でそれ以前にも戦国時代に滅ぼされちゃった、あるいはもう戦国時代になる前に滅ぼされちゃったような家も余ってあるわけですけれども、はい、うん、この薩摩の地だけはですね、うん、だけとは言いませんが薩摩の地はですね、うん、そういう中でも、まあ、数少ない例外に属するんですが、うんうん、その、まあ、今を遡ること800年以上前ですね、その建久8年1197年にこれ鎌倉幕府ができてすぐでございますに、島津忠久という人物が、うん、まあ、薩摩と大隅今の鹿児島県 の、はい、守護に任じられて、それ以降ずっと島津の殿様が薩摩鹿児島を治めてて、もっと言えば今でもですね、その末裔でご当主である島津信久さんという方が、はい、まあ、島津興産、じゃあ、何だったっけ、島津工業というところ の、うん、社長さんでもあるんですが、けれども後で出てくる島津成明公の、はいはい、お祭りする神社である照国神社の宮司を今でも務めてるって、うん、だからもう島津で持ってるっていう色が濃いわけですね。でこの島津初代の島津忠久公でございますけれども、はい、まあ、この人物もね謎が多いんですよ。やっぱり出自がちょっとわからない、うん、生まれた年もわからない、うん、はい、だから正確なところは未だにわからないんですが、うん、しかし少なくとも当時、うん、源の頼朝の、うん、やっぱり娯楽院と言われてましてね、まあ、それが正しいかどうか分からないんですが、当時結構多くの人がそういうふうに思ってたとか信じてたというような足跡がありまして、でそれもあってやっぱり特別な存在ということで、かつ鎌倉幕府から信用される存在としてですね、そのまあ鹿児島という辺境防備、まあその田舎といってはあれなんですね、なんか田舎をバカにする発言をすると大臣クビになっちゃうとかね、するみたいですけれども、そういう鹿児島という、まあ、ある意味では外敵の侵略や浸透をもろに受けるかもしれないところに配置された、やっぱり選ばれた存在だったという、まあ、そういう中で鎌倉室町で、室町後半の戦国時代も生き抜いてですね、でもまあやっぱり一番の試練はここですよね、ですね、関ヶ原の戦い、ね、だから関ヶ原の戦いっていうのは、まあ、これはもう島津家だけじゃなくて、はい、あらゆる
大名にとってどっちにつくか、うん、浅野さんも人生によってそういう選択を迫られたことはあったかもしれませんけども、誰と組むか組まざるべきかというところですか ね、はい、ね、うん、どっちについてもこうリスクが、うん、大事なことですよね、はいはい、で、まあ、あの関ヶ原の戦いの時の当主はこれも、うん、あの知ってる方多いでしょうね、島津義弘、うん、ね、あのポッキー4姉妹ならぬ島津4兄弟で一番まあ勇猛な、ね、武力に優れた、うん、信長の野望で言えば、うん、あの戦闘力の一番高い、ね、うん、武将でございますけれども、うん、この人がですね、うん、まあ、わずか1500ばかりの兵を率いて、ええ、まあ、当時朝鮮出兵の後財政難だったと言われているんですが、はい、わずか1500ばかりの兵を率いて、あの20万の大軍ひしめく関ヶ原に撃って出たわけですよね、はい、まあ、もちろん当然その中ではこう少数派といいますかね、うんうんうん、なんかこうなんかの乱戦の最中にひねり潰されてもおかしくないような兵力なんですが、それでもこう最後まで踏みとどまってあの陣を守った挙句、まあ、最後石田三成以下全員総崩れになるわけですよね、うん、あの西軍が小早川の裏切りで総崩れになりまして、その時にみんなあの街道沿いに真っ先に逃げ、まっしぐらに逃げていく中で、島津義弘の部隊だけはですね、まず徳川軍に突撃してビビらしてから、うん、その目の前を通り過ぎて退却すると、うん、そういう、ね、敵中突破をしたわけでございます、うんうん、まあ、そういうエピソードからしてなんか、まあ、ただもんじゃないというね、うん、そういうあの 島津自体のなんかイメージというのは浅野さんありました、なんかこうだから代々名君を輩出しているイメージがありますね。まあ、うん、名君というのもいろいろいると思いますけれども、まあ、このお兄さんもね、その前の当主である義久も、はいはい、あの政治やあの謀略に長けた名君と言われてますし、うん、こっちはもう、ね、戦に長けた名君なんでしょうね、うんうん、でその敵中突破してですね、はい、でなんとか鹿児島に帰り着いて、うん、でもう手こずらしたから、まあ、どんなとばっちが来るか分からないという状態だったんですが、うんうんうん、まあ、その時島津家を取り潰してはいけませんと徳川家康にこう、うん、まあ、本当にあの強く進言した人がいたんですね。それが不思議ですよね、はい、敵方からそういう声が上がったということですね。そう、井伊直政でございます。これは今大河ドラマになってる、いやすいません見てないんですけど、はい、ええ、直虎はいはいはいの、まあ、末裔なわけですけど、うん、末裔とか親族なわけですけれども、うん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 、でこの井伊直政というのはその島津家の敵中突破の時にですね、うん、あの一番槍で島津家をあの逃すものかといってこうあの騎馬隊で追い立てたあの部隊だったわけですけれども、うん、ところがその追い立ててる最中にもう捨て身の、うん、もう本当にそういうことおとり部隊みたいな感じで捨て石になる鉄砲隊が必死に反撃して、うん、あの射撃した時にですね、あの銃撃を受けてあの重傷を負うわけなんですね、井伊直政さんは。はい、であの銃撃を受けてその傷が元でこれ2年後関ヶ原の2年後に亡くなるわけですけど、うん、その銃撃を受けて大怪我を負った井伊直政こそが、うん、いや島津を潰してはいけないって言ったね。不思議ですよね。やっぱ何かに守られてる、うん、あるいはそういうふうに敵すらも簡単させるような何かを持ってたとしかこれ言いようがないわけですよね、うん、はい。でまあ、それだけがもちろんあの理由じゃないのはこれからも申し上げますが、うんうんうん、その結局ですね、はい、戦後処理、はい、島津の敵中突破って結構有名ですよね、いろんな方が、ね、それあれですか、なんか名前ついてるんですか、なんか日踊り越えのなんとかみたいな、まあ、そういう名前は、まあ、まあ島津の敵突破とかの捨てがまりとか、ね、捨てがまり、はい、捨てがまり戦法と言われるそういう、あ、そうなんですね、あれで、はい、あのまず壁になって犠牲になる部隊が食い止めて、はい、そのうちにその間に本隊が脱出するわけですが、それでその部隊がやられる前にまたさっと引いて、はいはい、その次の第2段目がまた食い止めてっていう、はい、それを繰り返しながらあの殿様を逃がせる。ああ、なるほどなるほど、うん、で結構だから、はい、あの市中に活路を見出すみたいな、結構だから厳しいところを突破するような、はいはい、だから1500名のうち87名だけが無事に薩摩に帰り着いたと言われてる、ね、そういうことなんだ。島津義弘、だから島津義弘のあの甥っ子、つまり前の殿様の義久の息子だった豊久はそこで戦死してるわけですね、うん、あの我こそは義弘なんで、はいはい、あ、まあ、島津維新になるぞとかなんとか言ったり、大河ドラマとかでもそういうシーンがありますけれども、であの戦後処理ですよ、ええ、はい、まあ、これ前回のおさらいでもあるんですけど、はい、五大老で西軍についたうちで宇喜多秀家はもう主戦派でしたから流罪、うん、はい、で上杉毛利はそれぞれ大幅に減らされて30万石程度に減らされた中で、はい、島津家は、うん、はい、73万石、これですね、はい、
これは今までね、うん、戦国研究者とかからすれば、はい、もっぱらさっきの、まあ、井伊直弼がね除名嘆願してくれたとか、あるいは、うん、こう居座ってお手紙とかでねうまいことのらりくらいかわしたとか、うん、いろんな説があったんですが、うん、しかしまあその他の状況とか事実関係で見るとどうも家康がやっぱり義弘で、まあ、島津家にうかつに攻めかかれないし、もうそもそも攻めかかる気もなかった、つまりね討伐としてね、はい、こう他の人がもうみんな徳川にひれ伏した後残る島津だけをぶっ潰そうっていう気自体がもしかしたらなかったんじゃないかと伺わせる形跡が結構ありまして、うん、まあ、例えばあの九州北部にもう島津征伐のための軍勢を何万も集めるわけですよね、その関ヶ原の後に、はいはいはい、でところがそれでもう、はいはい、家康様も命令一下で島津家に、ね、向かって進撃しますぞって時に、うん、ちょっともうそろそろ寒くなるからやめとこうとかで急に軍を引き返させたりとかね、うんうんうん、そういうふうにのらりくらり、向こうも島津ものらりくらり、徳川家康ものらりくらりして結局なわなわのうちに本領安堵されるんですよね、うん、はい、でもちろんそれはまあ粘りがちだとか外交の、ね、能力、つまり毛利はなんかこう吉川広家という家来がこう小細工をやったんだけど結局潰されたのに対して島津家はそういう意味でうまかったというもちろん見方もできるんですが、やっぱりもう一つはこれはやっぱりもうちょっとワイドに見たね、あの国防上の要請もあったんじゃないかという風に。